VLS から発射される VL アスロック対戦ミサイルは水中の潜水艦を攻撃する兵器である対潜水艦兵器の一つである。水上艦もしくは潜水艦から発射される対戦兵器としては魚雷や爆雷がある。しかし、高層距離の限界からこれは艦の近辺でのみ用いられる。ソナーの発達や航空機を用いた。 潜水艦探知技術の発展により、比較的遠距離から潜水艦を探知できるようになると、遠投兵器として対戦ミサイルが用いられるようになった。対戦ミサイルは空中を飛翔し、潜行中の潜水艦直上に弾頭部を投下する。弾頭部には爆雷や単魚雷が用いられる。魚雷発射艦などからの魚雷発射に比べると、 目標への到達時間と思想距離が短縮されるため、弾頭である短魚雷の燃料が節約できる上、魚雷単体に比べて飛躍的に長い射程距離が得られる。また、目標とされた潜水艦からは空中を飛翔するミサイルの探地、迎撃、回避が困難であり、攻撃を察知して逃走、もしくは反撃することが難しい。このため、目標の移動が、 最小のうちに対抗手段は施す余裕を与えずに攻撃することが可能である。なお、名称にミサイルが含まれるが、空中を飛翔する推進部は、実際には無誘導の固体ロケットエンジンである場合も多い。通例として、対戦ロケット爆雷を対戦ロケットと呼称することが多いため、混同のないようになどの理由から、ミサイルの故障が用いられることも多い。 資料などでもミサイル、ロケットの区別が明確ではなく、混用が見られる。対戦ミサイルは弾頭である、単魚雷とそれを運ぶ推進部から構成される。弾頭の単魚雷は、ソナーホーミング式の誘導装置を備えたものが、用いられる。水上艦から発射されるアスロック潜水艦から、発射されるサブロック本兵器は発射プラットフォームの違いによって、 水上艦発射対潜水艦ミサイルと潜水艦発射対潜水艦がミサイルに分けられる。その運用は比較的探知距離が長く発射機を搭載しやすい水上艦によって行われることが多い。潜水艦での運用は排水量が限られ搭載ソナーの探知距離の制約があり、水圧に耐える船体からミサイル発射するには高い技術が求められ。 原子力潜水艦を含めて水中にあって、独自行動を常とするため友軍との情報交換が、増えてなこと。中でも、比較的小型の通常動力型潜水艦では、搭載の余裕が限られ、発射後は隠密性が失われるなどの問題もあり、広く採用はされていない。対潜水艦船の主力は、攻撃型潜水艦に加えて、対潜哨戒機や対戦ヘリコプターのような、 航空戦力が担うようになり、冷戦終結以後は、潜水艦の新たな技術的飛躍もないこともあって、対戦ミサイルの開発事例は、あまり多くない。本兵器は探知された水中の目標潜水艦に、向けたおおよその方向に発射され、目標上空で弾頭部を切り離す。弾頭は、バリュートやパラシュートで減速されて着水し、そのまま水中に沈降する。 弾頭が誘導魚雷の場合は着水後に単魚雷が活性化され自らアクティブソナーによるシーカーで水中目標を探知し構想して命中すれば目標を破壊する主な対戦ミサイルを以下に示す RPK-1 マザク2009で展示された91アルティの模型愛からマラフォン対戦兵器の略称であるアストワットと 対潜水艦戦闘の略称、及び対水上艦戦闘の略称は、皆同じ綴りであるため使用される文脈に注意して判断する必要がある。通常、アストアットといえば対潜水艦戦闘を指す。弾頭に核爆雷を使用するものも存在した目標となる。潜水艦は飛翔する。本兵器に比べると移動速度が遅く。 発射から着弾までの間に目標が移動する距離はわずかなため、空中では無誘導のものも多いが、射程が長い場合には、完成誘導装置などで進路の補正を行うものも、ある。弾頭が核爆雷の場合は、調停深度で核爆発して、目標を破壊する。74式ロケットランチャーマーク112、梅の数を、水雷兵器。 マルスペシャル第76号 P6 から9塩処方1983年野木慶一アメリカ海軍の関西兵器世界の艦船解任者2006年1月158から163ページフラスはフリーロケットアンチサブマリンの略称 RPK-8 システムの主任務は魚雷の迎撃であり対戦攻撃は 複次的な任務であるという説がある。対戦ロケット、魚雷、爆雷日本周辺国の軍事兵器。ありがとうございます。